どうも YouTube ご覧皆さん、ジゴサキチャンネルです。今日はね、これ、これはね、健康診断の結果、ついに、届きました。見ていきますか。まあね、もうこれに関してはすでに今、なんだろう、保健所、まあなんというか役場ですでに説明を受けてきて、まあ俺は内容は知ってるんだけど、やっぱ2回目ともなると、あの前回とのね、比較っていうのが、載ってます。なんでまあちょっと軽めのジャブ、簡単な上の方から見ていきますが、これどうやって取るか、まあ手で持ってていいか。見ていくと、身長 179.6cm、 昨年度 178.8cm、0.8mm 伸びていることになってますが、まあ多分これは寝癖等の問題でしょう。そして体重は昨年 85.4kg だったのが、本年は 78.5kg、約何 kg? 7 kg か、約7 kg、減でした。まあこれはまあ計画通りだな。あ、まあ BMI はいいとして、腹囲がねほとんど変わってないんだけど、これは多分ね単なる測り違い、まあ実際はもうちょっと細くはなってんだけど、85ぐらいじゃねえかな。それでもまだ太ってます。次、血圧。上124、下67。昨年は上119、下84。なんか上がちょい上がり、下ちょい下がり。下は結構下がってるな。まあどっちもとりあえず正常値。あ、でも去年は結構下厳しかったのか。まあまあとりあえず正常値です。でも血圧結構なんか測った時とかタイミングで割と変わる気がするから、なんとも言えないけど。まあまあまあ、腎機能は特に問題なし、心電図も問題なし、肝機能、ここがね、なんか予想以上に良くなってる。肝機能は、まあ大体お酒の指数だと思ってればいいんだと思うけど、AST、ALT、ガンマ GTP っていうのがあって、で高ければ高いほど悪いんだけど、AST、昨年27に対して本年は21。ALT、昨年39に対して、あ、これ異常値だったんだ去年、39に対して28。あ、でもこれ結構ギリギリなんだな、上限。でガンマ GTP、これ昨年28に対して、今年は21。まあだから全部下がったんだよね。確かに去年よりも、酒を減らしたんで、だいぶ良くなったんだなっていうのは、出てます。次、脂質。ここですよ、脂質異常なんでね私は。HDL、これ善玉コレステロール、41が42に、ほとんど増えてません。善玉がまるで増えません。ダメ。中性脂肪、昨年700という地獄を見て、そこからダイエットを始めたんだけど、本年425、上限値は149なんで、倍以上ですということで、完全な異常ではあるんだけど、まあ昨年に比べたらねだいぶ良くなったんで、まあこの調子で頑張ろうかなというふうに思ってます。まだまだ、成長値には程遠いんで、3倍ぐらいあるってことか、だいたい。最中が355。そうだね。約3倍だな。ちょっともうちょっと頑張んなきゃいけない。で、LDL コレステロール。これは悪玉コレステロールか。あれ、これは昨年のあんま高くないんだな。129に対して本年127。でもまだちょっと高いわ。まあ、この辺もまあ、運動と食事で変わるんじゃないかなと思います。あと、意外とそうだ。血糖値の方か。糖代謝。これあれね、糖尿病とかの方なんだけど、血糖は100未満が OK で、昨年93が89に。これちょっと下がった。HbA1c、これな、ちょっとよくわかんないけど、多分これも血糖値の糖尿病のやつだと思うんだけど、これが 5.2 だったのが 4.8 に。これも下がったね。うんうん。まあいいことじゃない。で、あとはまあ問題なしか。貧血はないんでね。まあ明らかに貧血じゃないんで。てな具合でした。まあどう見るかだな。まあ俺の中で結構予想通りだったかな。まあ異常値300ぐらいになっててほしいなっていう気持ちはあったけど、まだまあまあまあ異常値が出るだろうということは予想がついたんで、ちょっとね、また中性脂肪どうやって落とすんだろうな、中性脂肪。まあどうやってって言っても基本的にはまあ運動と食事になるんだろうな。でもなんか今日はその健康診断の結果を説明してくれるのが、多分ね看護師さんっていうのかな、保健師っていうのかな、ちょっと多分そういう役割の人が、健康診断の結果を今日フィードバックしてくれたんだけど、よくこんなに痩せましたねって、頑張りましたねってすごい褒められました。嬉しかったです。なんかそんなことな、まあまあまあ最近なかなかないからね、人からこう、褒められることっていうのは。ちょっとね、ああ、よかったよかったって思ったな。まああとは中性脂肪も下がってるし、
まあこのままね、来年も同じように運動を続けて頑張ってくださいというふうに言われたんで、ね、変わらぬ食生活、変わらぬ運動習慣をまあできる限りキープしたいな。まあまだまだ言うてそれでも異常だからな。ちょっとね、700だったのがだいぶ下がったのはまあいいんだけど、もうちょっとだな、もう一踏ん張りちょっとここはしとかないといけないかなっていうね、そんな、気がしてます。あとね、なんか多分だけどその人やっぱ専門というか、ね、一番見ててなんか感心してたのは、でもなんか血糖のことかな。なんかこの糖代謝が下がってるのがすごくいいっていう、なんかそんなこと言ってた。多分中性脂肪とかそれよりもなんかここが下がったのは良かったですねっていう話をしてたな。なんなんだろうな、やっぱ多分糖尿病の人とかやっぱ見てるからかな。なんかここの値って結構大事なのかね、多分ね。まあこれが下がったのは、まあともかくいいことらしいんで、まあこの調子でね、頑張っていこうというふうにまあ思ってます。で、今回特に病院での精密検査の必要はありません。前回は確かね、要精密だった気がするんだよね。そうそう、前回は要精密、あ、そうか、要治療継続なのか、自分の場合は。そういうことか。これ要精密を超えてるわ。要精密超えてるけど、でも治療頑張ってねってことになってるわ。そうだ、脂質異常っていうふうにそもそもそうだ、脂質異常っていうのをもともとやってあるんで、だからか、また医療機関に行ってねって書いてあるわ。まあこれをまあそうだね、で一応これからのプランは今一応頭の中にあるのが、まあ、2つあって、1つはジムになんかその健康診断の結果が悪いと通えるジム、安く通えるジムがあって、まあメディカルプランみたいな感じで安くね通えるらしいんで、1ヶ月温泉サウナ筋トレやり放題1ヶ月で5000円っていう、すごくいいプランがあるから、まあそれに手を出すか、っていうのは一つだね。これちょっと面白そうだから、こういうのやってもいいかなとか思うんだけど、まあこれは今ね現在検討中。5000円って結構ね安いから、それだったらまあ毎日通えばかなりいい。まあ毎日は通えないけど、そういうのがまず一つと、あともう一個は体重計ね、買おうかなと思って。一応うちね体重計あるんだわ、こうオムロンのこうちゃんとしたね体重計があるんだけど、そのねオムロンの体重計はあの古いやつだから、その携帯とかのその Wi-Fi とか Bluetooth で接続して、なんていうの、勝手にというか自動で、体重を更新してくれるというか記録をつけてくれるっていう機能がなくて、あれがねもしあったらすごいなんかいいなというか楽じゃん。乗った、乗りました、はい記録されましたみたいな。まあ今回頑張った自分へのご褒美っていう、まあそうだな、まあご褒美も兼ねて、なんか1台ちょっと体重計を新しく今買って、まあどうだろうな、もうちょっと自分のなんだろう体重への意識を高めるとともに健康を増進するみたいなことがまあできたら、いいかなとかね思ってます。ちょっとこのあたりはまだまあ未定といえば未定なんだけど、まあひとまずかな、ひとまずまあ一応計画通り、来年はまあ今回275か、正確には275下がったから、まあその半分ぐらい下げような。そしたらいくつだ、300の150ぐらい下がれば来年はよしにしよう。来年の目標は200台に戻すことだね。200台にとりあえず来年1年かけて戻して、でその次の年くらいに正常に戻ればいいかなと思います。まあやっぱね、治療は1日にしてならず、ゆっくりとちょっとこの中性脂肪の値とは向き合っていこうと思います。それじゃあ皆さんは元気で、ほにゃまた。